お疲れさんみー、前田彩奈です。毎週金曜お昼12時からオンエアしているナンメガにはいろんなアーティストが遊びに来てくれるんですが、時間の都合でオンエアしきれなかったゲストトークをここで一部公開いたします。生放送またラジコのタイムフリーと合わせてぜひお楽しみください。さあ今日この時間はこの方々にお越しいただきました。自己紹介をお願いします。ハムレッターズベースのデラシです。ドラムの木島です。よろしくお願いします。はい、番組にハムレッターズから2人が来ていただきました。はい、リズム隊の2人がの登場です。珍しいですね。珍しい組み合わせですよね、ほんまに。どう、大阪久しぶりでどうですか？いやもう東京から来る時にこの御堂筋走るんですよね、まあ、あの景色がちょっともううるっときます、ね、梅田のビルをね見るとやっぱり帰ってきたなって感じしますよね。なるほどな。たこ焼きも食べて。たこ焼きも食べました。めちゃめちゃ美味しかった。好きだよねたこ焼きね。いや本当に食えなかったっていう、なんか東京もなんかその冷凍食品やとそのチェーン店のやつが売ってたりとかやけど、やっぱ大阪のちょっと変わった具を入れたたこ焼きが好きなんですよ。家の近くこんにゃく入ってるんですよ。こんにゃくのたこ焼き。なるほど、こんにゃくね。こんにゃくでピンポン玉ぐらいの結構大きい大きさのやつで、で安い。安い。ああ、やっぱ大阪って感じするねそれはね。確かにね。いやでもたこ焼きこそ全然味違うってみんな言いますからね。そうですね。でその店ソース12種類ぐらい選べるんですよ。もういろんなレパートリーで。多いな。そんだけあったら迷わない本当に。いやもう順番に攻めていってるから。なるほどね。変えるたびに一個ずつ。いいね。なるほどね。今のとこどれがいい感じですか？今もシンプルにソースとマヨネーズとカツオ、定番がやっぱ。なるほどね。まあ、最後定番に戻っていく感じもね。家の近くにあるもん。家の近くです。やっぱなるほどね。やっぱ東京に行ってこそ分かる、やっぱ家の近くのたこ焼き屋のありがたさってものがね。そうそうそう。ああ、そうかそうか。やっとここで感じられたということですね。なるほどね。寺志君はどうですか？こう東京で、いや大阪にあれあったけど東京にはないみたいなのってある？いやなんだろうな。あ、でもあの私すごい銭湯がすごい好きで、あのスーパー銭湯とかが、あの東京銭湯少ないなって思いました。なるほどね。あ、どうなんでしょう、場所によるとは思うんですけど、4年間ぐらい大阪住んでて1回引っ越ししたので、まあ、2カ所に住んでたんですけど、どっちにもやっぱすごい近くに銭湯があったんですよ、まあ、徒歩5分ぐらいのところにあって、ですごいそこをよく利用してたんですけど、本当東京引っ越してから家の周りに全く銭湯がなくて。あ、なるほどね。だからもう本当に歩いて30分ぐらいしないと全然ないようなところがあって、へー、なんかそれがすごいちょっとやっぱ東京に行って、あ、これやばいなってなってます、ね、都会を感じるポイントですね。やばいんすね。これはちょっときついわと思いながら。いやそんなことないでしょ。いやでも東京でも元気にやってるっていう風にね聞いておりますけれども、はい、ハムレッターズ、まあ、あの番組からちょっとまず素朴な質問ということで、はい、まあ、時間がある時どうでしょうかね。最近忙しいかなと思いますけれども、なんか暇な時ってどんな風に過ごしてますかっていう質問が。最近はやっぱもうドラマです。ドラマ見てますか？ドラマです。ドラマね。木島さんなんかこの1ヶ月で異常にドラマにハマってるっていう。ドラマめちゃくちゃハマってるよね。そうそう、トイズファクトリーのプロモーションの方にその1個なんか気になってるドラマがあって聞いてみたらすげえ面白いよって言われて、でその後もう 2,3 作品ぐらい教えてもらって、まあこれちょっとこの機会に1回久々に見てみようかなと思ったら激ハマりしましたね。いや、リアルタイムのドラマですか？過去のドラマ。いや、今はリアルタイムを頑張って追ってます。そうか。そっかそっか。それってじゃあさ、その週週に何作もその楽しみがあるってこと。そう。いや、いい、それを羨ましいんだけどちょっと。いいよね。楽しいっす。そう、でも前田さんもすごい好きですよね。そう、あのドラマ最愛ね、木島くんと分かり合えそうなドラマ。いや良かったですね、最新話も。いいよね。じゃ分からない会話しないでもらっていいですか、ちょっと私。まあ多分オンエアの頃にはもっと進展が。あ、なるほどね。あると思います。犯人誰やと思うみたいな話ですけども。二人でちょっと会話してもらって。デラシ君置き去りになるから。どうですか、デラシ君どんなことしてます？私はもう趣味がゲームなんですよ、なんで本当に暇な時はもうずっと家でゲームしてますね、あの遠征先とかにも私あのプレイステーションとか持ってってて、プレステって持っていくゲームじゃなくない？持ってくゲームじゃないんですけど。大きい大きいやんね。はい、あのホテルとかでやっぱ空き時間やっぱあるじゃないですか、遠征先とかで、もうそういうわずかな隙間を見つけてはそうプレステ起動してずっとゲームやってますね。豆なんですかね。だって荷物めっちゃ増えるしさ。僕だけスーツケースの時とかたまにあるよ。なんか
分かるんですよね、一人だけ明らかに鈴木さん重たいんですよ、異様にちょっと重いみたいな僕だけみたいな、あのそういう時はね、そう邪魔やから一番下に入れさせてもらってすごい申し訳ない気持ちになる、持ちたくない、最初はすごい申し訳ない気持ちになったんですけど、はい、今全然罪悪感なく、へー、はい、持っててますね僕は。やめてほしいですね。いやでも割とほら大きいっていうのもあるし、その衝撃とか与えたらあかんのかなって、大事に梱包とかスーツケースしてます。それが本当あの下着をプレイステーションのこの周りに敷き詰めて、あ、なるほどね、耐久性を高めてこの運んでおります、はい、あ、そうか、スーツケース下着されても大丈夫なように、大丈夫なようにしてます。でもたまに遠征した時にホテルで部屋が近いとなんか聞こえてくるんですよね、音がっていう声が、この人やっぱ出ましながらやってるんで壁が薄かったりするとちょっとね、本当なるべくあのホテルの部屋離してほしいんですけど、だから聞かれたくないんでやっぱりなるほどね。いやでもこう離れててもそのゲームがオンラインで今つながれるっていうのはいいですよね。やっぱそうですね、やっぱこういう時代だから、うん、あの外にあんまり出られないじゃないですか、うん、遊びに、なんかそんな中でもやっぱりこのどん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 交友関係広がっていくのはすごいなんかゲーム趣味でよかったなって思った瞬間ですね、うん、なるほどね、ありがとうございます、はい、さあそんなハンブレッダーズなんですが今週セカンドフルアルバムギターがリリースになりました。ありがとうございます、はい、今回もアルバムのタイトルは最後につけたんですかね、まあ、13曲目、まあ、そうですね、14曲あるんですけど今作、うん、13曲揃った時に、うん、再生以外が揃って、うん、まあ、ある程度方向性が固まったんで、まあ、そこから合うものを探そうかなっていうので、そうですね、で改めてまあ13曲聴いてみたら、うん、ギターうっせえなってなって想像しかったね。で、まあ、ギターもありつつ、うん、まあなんだかんだそのバンドサウンド的にもすごい勢いがある、うんうん、なんか昔の若い頃の感じもあったんで、うん、まあ、もう一つの案でロックっていうもの出ましたね。 ROCK かギターかで迷ってすごいストレートですね、めちゃめちゃと、あともう一個すごいそのいろいろ意味合いがいろいろ込められた、うん、まあ、タイトルがあったんですけど、うん、まあ、僕がいやギターの方がかっこいいっしょって言ってギターじゃない人がベース弾いてる人が、いやギターでしょ、ギターの方がかっこいいっしょってなるほどね、はい、キリマさんは、ね、ドラムが良かったらしいんですけどまあでも、まあ、最終的にこうジャケもめちゃめちゃ良くなったから、そうだよね、まあ、ドラムやと多分映えなかったんじゃないかなって思いながら、あ、なるほど ね、 ね、これ実際ムツムロ君使ってるギターですよね、はい、ギターですね、これが赤いかっこいいギター、そうなんですよ。でも本当にね、なんでギターってタイトルつけたのって、まあ、結構そのいろんなあの媒体の方とかに言われるんですけど、うん、アルバム聴いてもらえたらね多分分かってもらえるんですよね、本当にそうなんですよね、なんかもう毎曲ギターソロあるよね、あと本当にギターソロがずっとあってうちリードギターいないはずやねんけどな、ギターなんですけど、そうなんですよね、そこがねいいとこですよね、やっぱりイントロからやっぱりあのリフで持っていくっていうのがハンブレッダーズって感じもするし、そうですね、でそのギターソロが入ってるっていうところももちろん含めてね、そうですね、うん、うちの持ち味っていうと武器みたいなもんですよね、うん、やっぱりね、なるほどね、はい、じゃあベースとドラムっていうタイトルもいつか出るのかなっていう方向性はない、ないです、ないです、ないですこれあの順番に出していくやつかなってちょっと思ったんですけどギターベースドラムボーカルみたいな感じで、ね、いやボーカルの時なんか俺らいらんやん、ね、いないかもしれない、ね、あいつ一人トラックでやってるかもしれない、ね、そうかそうか、はい、今回ね全部で14曲入ってるんですけど、はいけれども、はい、そのうち、まあ、タイアップ曲も5曲入ってるっていう、はい、たくさんね、ありがとうございます、本当に、ね、なので今回のアルバムでもしかしたらハンブレッダーズのアルバム初めて手に取ったという方もいるのかななんて思ったり、うん、そうですね、セカンドにしてね、なんかでも、うん、ある意味、うん、ファーストアルバム、ファーストフルアルバム、なんか初期衝動のままにやっぱ突っ走ってるアルバムなので、うんうんうん、ハンブレッダーズっていうバンドを知ってもらうには本当に一番適しているアルバムなのかもしれないですよね、うん、なるほど、やっぱそのインディーズ時代からハンブレッダーズがずっとやってきたことのなんか地続きになってるアルバムだなと思いますしね、うん、それはなんか歌詞とかにもすごく現れてるなと思いますね、あ、そうですよ、サウンドもそうですし、なんか歌詞があの昔の楽曲とこうリンクするようなフレーズが入ってるっていうのは、うんうん、きっとずっと応援してるファンにとってはやっぱたまらないポイントだし、そうですね、今出会った人にとってもこう深掘りする甲斐があるというかね、うん、やっぱそうですよね、宇都宮さんのね、そうそう、もう特に最初の3曲を聴いていただければもう全てが、うん、詰まってるんじゃないかな、はい、このアルバムの全てが詰まっております、ね、曲について話しますか、はい、最後にできたのが再生ということで、はい、これ1曲目に入ってます、はい、いやこの曲あの聞いて思ったのが、まあ、ギターももちろんかっこいいんですけど、はい、ドラムの木島さんの音の一音一音の立ち方がすごくこう進化しているのかなというふうにも思いました、これ、まあ、最後に作ったんですけど、それまでの13曲が結構
構まあもうおのれの好きなままにやったんですけど、リード曲もあって、うん、まあ知らない人にも届けたいっていうのと、うんうんうん、やっぱこういうアルバムできたんで、これ聴いてねバンド始めたりギター始めたりしてほしいなと思って、うんうんうん、まあコピーしやすいようにドラムもあのすげえ簡単にしたんですよ、ね、おお、ね、教本に全然載せれるぐらいの簡単さですね。初めてのドラムみたいなね。あ、そうかそうか、しっかり一音一音出すようにっていう意味で叩きました、うんうん、なるほど、ね、シンプルな、まあ、音構成になってるからこそ一音一音と思いをこう乗せたっていう感じ、ねうんうん、曲構成もシンプルですしね、すごいシンプルで、ベースもシンプルでギターもシンプルだもんね、うんまあ、本当にだからコピーするにはもしかしたら一番しやすい曲かもしれないですよね。なるほどね、そうかそうか、まあ、ギターってタイトルつけてるぐらいだから本当ギターを始めてもらう、ね、ためにもねそれぐらいシンプルなことをやろうぜっていう話にもなりましたね、うん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 、でもなんかこうところどころそれぞれ、まあ、野寺志くんのベースでいうとラサビのところですかね、はい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 、あのソロもあったりしますし、そうですねちょっとだけ、うん、あそこ自分を出してました。あれ最近ライブでやってる時さ、うん、ちょっと緊張してない、ちょっとね緊張するね、あれ初めてだと思うんですよね、ベースと歌だけって多分。あ、そうか、そうですね、あんまなかったよな、うんうん、なかったね、 あれねあの落ちサビのところか、落ちサビに、そう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 、はい、あそこボーカルとちゃんと合うかなってすごい緊張しながら。なるほど、責任感が、そうなんですよね、マスポイントですね。いやだからあと手拍子お客さんがやってくれてる時あるんですけど、手拍子全然合ってないみたいなって、ちょっとやめてやめてやめてと思いながらこう弾いたりとかしてるんですよね結構。確かにね、ちょっと惑わされたりしますよね、手拍子ね結構危ないんですよね、あれね。あるあるね、あるある本当に。そうかそうか、いやこの曲の歌われてる内容っていうのも、私たちにハンブレッダーズがあってよかったって本当にあの思う歌詞やなと思って、音楽っていう存在そのものを本当に歌った曲だし、バンドとしても、まあ、これから音を止めないっていう、そうです、鳴らし続けていくっていう、うん、やっぱ意思表示でもありますからね、本当にね、そうですよね、すごく覚悟がある、ね、本当にこのね1年半ぐらいがずっとバンドが、まあ、思うように動けなかった時期っていうかね、うん、そのやっぱりそれでメンバーそれぞれがその落ち込んだやっぱ時期もありましたし、なんていうかね、この曲このアルバムで本当にね、そういったもなんか閉塞感みたいなものをねぶち破れたらいいなっていう、すごい思いが込められてますね、うん、いやそうですよね。ギター2曲目に入ってますけれども、この曲からだからアルバムタイトルが来たわけではなかったっていうところがちょっと驚きだったりもしたんですが、あ確かに、うん、まあその案もなんかありつつ、いやそんななんかシンプルなもねみたいなのもありつつ、うろ覚えなんですけど、確かギターでよくないって僕が言った時に、いやでも2曲目にギターって曲あるじゃんって言われた気がして、これって普通リード曲からそういうタイトル取るもんじゃないのって言われた気がするんで、確かそのギターから引っ張られてわけじゃないんで、全然ないですね、さっき話聞いてるとそうなんだと思って、そうなんですよね、だから、ね、この曲はこの曲でちょっと独立した曲っていうか、そうおなるほどね、はい、そうなんです。でもなんかあのこの曲本当に強いその言葉もあるし、イエイのフレーズでこうみんなでわーって盛り上がれる感じとか、はい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 、本当にこうライブ映えする曲にもなってますよね。ライブ映えする曲しかなくなってしまったんですよね。いや確かにそうよね、そうなんですよ、これ本当に確かに BGM になるなよもね、こう聞いてる方うかうかしてられないですし、そうですね、ガチャガチャに関してもこれでもちょっと今まででいなかったようなサウンドかなとは思いましたけど、ハードロックで、ね、レッドゼッペリン、まあ、面白い曲ですね、あの面白い曲なんですよこれ本当に、うんうんうん、1,2,3 曲目がすごいこのメッセージ性ありきというか、やっぱ自分の思ってることをもうバーンって出していく曲なんですけど、はい、4曲目は本当にガチャガチャの曲っていう、いやそうなんですよね、メッセージが何もない曲、はい、まあ、でもあのガチャガチャを回す時のそのドキドキ感とかワクワク感をこういう風に表現するんやっていうのは、なんかその思ってることをやっぱ歌詞にするのがうまいんですよね、むつのさんは、ね、だって弾けば弾くほど弾くに弾けないってすごい上手くないです。いやここはちょっとしびれましたね僕来た時ね、本当に、ね、実際そのガチャガチャ以外にも当てはまるから、そうですよね、そう確かに何でもそうですね、夢中になってるものに落とし込めるっていうところがで、こうリズムにあのギターのリフを合わせるかっこよさがこのガチャガチャの最後アウトロにめっちゃあるなと思って、あそうですね、ギターものですよね、ギターリフものですもんね、レッドゼッペリンを意識してムツモロが作ったんで、うんうん、まあ、ドラムも、まあ、あの人がドラムリフって言われてるんで、レッドゼペリンのドラムね、ゼペリンのドラムがもうやっぱバチバチに合わせましたね、うんうん、なるほどね、いやもうしんどいよと思いながらあの演奏するのこれこそライブでやりたい曲ですね、早くね、ねえ
聞きたいです本当に。レコーディングはだからそれぞれきっとこう別々に音取ってると思うんですけど、はい、ライブだともう本当性能になりますもん ね、 そうですね。緊張するよね。緊張する、ね、そういうところもあります。でも今回あの聞かせてもらってね、名前からの天国、はい、そしてプロポーズっていうこの流れが私すごいグッとくるなと思ったんですよ。いやここはねやっぱアルバムのなんていうか一番でかいところというか規模感が一番でかくなってるところで、ね、テーマ的にね、テーマ的にはね、こう究極の、まあ、ラブソングって言ってもいいのかなって天国に関してはすごく思うし、そうですね、歌詞にね、あだからこの曲順かって本当思わせる内容がありましたね。天国からのプロポーズっていうのがやっぱいいですよね。いいですね。なんか自分で言うのあれですけど、いやなんかそのこんなドストレートなタイトル珍しいなとも思いながらデモもらった時に、あなるほど、なんかちょっとなんかひねってたりとか、はい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 、いや天国ってムツムロさん言うんすかみたいなのもなんか多少思ったりはしてたんですけど、そうだね、ムツムロくんの価値観に天国ってあんのみたいな、なんかもう十何年付き添ってきたんで初めて聞きましたよ、なんかそういうなんかそんなワードなるほどね。いやでもこの天国っていうフレーズを選んだのがやっぱりちょっとムツムロくんっぽいなとも思ったんですよ。あなるほどなるほど、そうなんかもうえそれ最後やんっていう、はいはい、まあまあそうですね、うん、確かにな、そこを目指してるっていう、いやでもだから究極やなってすごい私は感じたんですけどね、はいはいはい、うん、本当にこの曲はね歌ともう歌詞だけ聞こえればいいっていう思いでこのリズム隊はやってて、うん、ミックスっていうこの最後の音の調整をするレコーディングの作業の時に僕ベースはもう聞こえないぐらい下げていいですよって言ってね、ドラムもそうだったよね。ドラムもなんか最初結構ガッツリ出てたんですけど、なんか聞いてるうちに僕はギターいいメロディーやなってすごい思うようになって、うんうんうん、えドラムもベースもいらなくねって思っていや本当にバンドっていう形態に縛られなくてもいい曲だなっていうのをそう思ってなるほど、それぐらいいい曲、本当に歌とギターと歌詞さえ聞こえてくれたらもうそれだけでいいじゃんっていうのは、うん、ぐらいそれぐらいいい曲ですねこれはね。なるほどね、やっぱりこう、うん、あのハンブレッダーズが、まあ、3ピースバンドでそれぞれもちろん楽器もすごくこだわってるとは思うけど、やっぱり最後はこう歌だっていうところがブレずにあるっていうことですね。 そうです、そこはもうずっと昔からですよね、うん、歌ありきのバンドというか、うん、歌をとにかく出したいってことを考え続けてきたこのやっぱ12年間とかですもんね。だからなんかその、うん、結構本当に14曲好きにやらせてもらったんですよね、ムツムロにも聞きつつ、うん、でも全然好きなフレーズ叩いて、まあ、今までだったらそのちょっと歌詞に寄り添ったりとか抜けるようにって考えたんですけど、こんなになんか好き勝手やっても意外と歌詞って聞こえてくるんやなっていうのが、なんかムツムロのメロディーとか歌詞の選び方がいいパンチ効いてるんやなってすごい思いましたね、今回のアルバムで。アルバム通して本当にそのうるさい曲とかいっぱいあるんですけど、やっぱ歌が抜けてくるんですよね、不思議とね、やっぱり歌と歌詞がそのしっかりちゃんと抜けてきてくれるので、確かに不思議なんですよね、なんかね、すごいですね、うん、すごい、いや本当にそうですね。だからそのそれでいて音の細かいところを聞いても楽しいっていう意味では何回も聞きがいがあるアルバムになりましたよね。そうですね、なんか聞きやすいなって自分で思ったんですよ、この通して聞いた時に、うんうんうん、何周でもできるアルバムだなっていうか、55分があるんですよこのアルバム、はい、なんですけど全然その55分感じさせないぐらいのなんていうかスピード感というか、ね、スピード感あるし、うんうん、あもう終わっちゃったみたいな感じにもなりますしね。確かにね、やっぱりそれってなんかこう曲順の聞かせ方にもあるのかもしれませんね。そうですね、曲順はねやっぱみんなで考えましたね。なんかつなぎとかこことこの曲は結構もう間なくすぐらいのテンポ感でいこうみたいなだったり、まあここはめちゃめちゃ開けて余韻取ったりとか考えましたね。だからこう君は絶対で終わるのかなと思いきや、ライブハウスで大勢が入ることによってなんかアンコール感っていうんですかね。まさにその通りですね、本当にボーナストラックです、ね、君は絶対で終わらせるつもりで、ね、僕たちやってて、あそうかそうか、あの CD で聞くと君は絶対の後に5秒ぐらい上げてるんですよね。そうですね、時間結構空けて結構空いてる、ボーナストラックとしてライブハウスで大勢が入るぐらいの、もうなるほど、そうなんです、そうかそうか、君は絶対もいい曲なんでね、いやこれ本当にね、やっぱりアルバムの方向性を決定づけてくれた曲っていうか、ぶち破れ閉塞感っていう、うん、なんていうか、うんうん、あのキャッチコピーみたいなもんですけど、そういうものがねやっぱり前面に出てる曲なんかなっていうか、なんか構成自体はなんか今までやったことね感じだったんですけど、そうだね、でもそれでもなんか自分らしさ出したのが良かったな、そうだね、
なるほどね。いやこの君は絶対は本当アルバム通して聞いてたどり着くからこその感動っていうのすごくあると思うんですけど、うん、やっぱりどうしようもなく孤独を感じる時代に入ったなってすごい思ってて、はいはい、まあ、コロナ禍っていうこともあるし、なんかそういう人に本当に届けたい歌やなと思います。うつむろがいつも言ってるのは、今自分だったら歌ってもらいたいことを歌うようにしてるっていうことを言ってて、うんうん、まさに君は絶対はそうだなって、僕も言ってもらいたいことをちゃんと言ってくれてるなっていう感じはすごいしますね。ねえ、そうですよね。一人になんか気づいたらなってしまったような気がしているけど、そうじゃないんだよっていうことを、なんかハムレターズの音楽がそばにあることで教えてくれたっていう、まあ、そうなれればいいですね。いいです、本当に ね、 ねえ、どうですかこのギター、もう聴きどころもたくさんありますけれども。いやでも本当に自信作なんですよね。いやですよね。めちゃめちゃいいです。めちゃめちゃいいです。めちゃめちゃいいよね。自分で言うの変ですけど、めちゃくちゃいいアルバムだと思うんで、うん、あとはもうとにかくいろんな人に聴いてもらいたいんですよね、うんうんうん、このアルバムは、うん、聴いてもらったら多分良さを絶対分かってもらえるはずなんで、うん、これを聴いてる方マジで聴いてください、このアルバム。お願いします。お願いします、はい、今回初回生産限定版にはブルーレイディスクが付属していまして、今年の3月に行われた、ライブの模様が全編収録されています。全編収録されております、はい、でこうブックレットもね、スペシャルなブックレットになっていたりもしますので、はい、ぜひ CD で手に入れてもらいたいです。よろしくお願いします。はい、お願いします。この CD 購入された方はライブの先行受付に参加できるということで、はい、ハムレターズワンマンツアー2022ギターギターギター、来年の3月5日土曜日大阪ナンバハッチで開催です。こちら先行受付に参加できます。はい、11月30日の23時59分までシリアル受け付けております。よろしくお願いします、はい、ねえ、どうですかツアー、やっぱり嬉しいですよね。今年の3月に大阪でワンマンやって、そうだね、だから約1年ぶりっすよね、大阪ワンマンは。あ、そうだね。一本まあ上京して東京でやったんですけど、うんうん、大阪は本当に久々で、で僕結構ナンバーハッチ結構ライブ見に行ってたんですよ、うんうん、高校生の頃から。そこでワンマンっていうのがね、なんかやっぱ木島さんは本当に好きなバンドをずっと見に行ってた箱なので、うん、確かに前僕がナンバーハッチとかどうなんですかって言ったら、いやまだちょっとそれは取っときたいって言われたことがあって、その台盤の箱とか選んでる時に、生ハッチってことなんですかって言ったら、いやちょっとまだちょっとワンマンで、なんかその自分のやっぱ思い入れがあるからみたいな。あ、そうなんや。それぐらいやっぱね、木島さんにとってはね、思い入れがちょっと強い箱なんです。だからちょっと瀬取り悩みますね。なるほどね。もう全部変えていく、この日だけ。もう思い出に浸ってギターからやらんとこか。全部カバーするもん、なんなら。そうそうそう、好きだったバンド全部カバーしますみたいな。いやいや、おかしいおかしい、みんな半分の曲聴きに来てんのに。アンコールだけギターの曲やるから。いや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 、やってよギターからいっぱい。 いや、まあ、それもありですね、木島さんね。なるほどね。まあでもね、本当にこのギターってアルバムがライブ映えする曲しかないので、確かにすごい日になると、確信しておりますので、うん、はい、本当皆さん来てほしいです。よろしくお願いします。はい、今後の予定に関して詳しくはハンブレッダーズの SNS 公式ホームページをチェックしてください。さあ、ということであっという間にそろそろお別れの時間ですが、はい、リスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いします。本当にすごい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 いいアルバムができたなと思ってます。はい、ワンマンツアーも久々に11カ所回れてすごい楽しみにしているんで、ぜひぜひアルバムをたくさん聴いてライブに来てください。なんでしょうね、皆さんが普段感じてるモヤモヤとか、ちょっと言葉に表せないような、なんというか孤独感みたいなものとか、そういったものをね全部ぶち壊してくれるアルバムだと思いますので、そういった方にもぜひ届けたいと思っておりますので、ぜひぜひ CD 買ってください。よろしくお願いします。この時間はハンブレッダーズからベースデラシさん、ドラム木島さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。